ポストベーエ時代、マッチポンプ娘の新リーダーがバグダディに決まり、新ユニットはイスラムカントリー娘、新曲はバグマシーンに決定である。投稿者ポストベーエ時代日時2014年8月21日19時間32分37秒、マッチポンプ娘の新リーダーがバグダディに決まり、新ユニットはイスラムカントリー娘、新曲はバグマシーンに決定である。マポムスの愛称で親しまれた同ユニットは、カリスマ的リーダーだったオサナダビンコの存在が大きく、副リーダーのザワコには荷が重すぎて解散の危機にあったが、そこへ彗星のように現れたのが田舎から出てきたバグダダデヨで、レディースの総長だったこともあり、どこにでもいそうなイモ姉ちゃんを47子のように引き連れていたので、新ユニットは AKB みたいに下手な鉄砲も数打ち当たる方式で、ユニット名もスンニマッチ娘とシーアポンプ娘で意見が分かれたが、足して2で割るイスラムカントリー娘48に決まったところである。そして、新曲は、ビンコの強烈な印象を一掃するために、バグダダデヨの名字を取り、バグマシーンという、バグダがこけたらユニット全体がこけるのを承知で、借金まみれのオバカックスレコードの命運をかけて勝負に出てきたわけである。とりあえずビギナーズラックで、なんとなく収束した感じのシリア内戦詐欺や、撤退したはずのイラク詐欺に風穴を開けることに成功したが、問題は、一発屋で終わるのか2曲目もヒットさせることができるのかな、勝負の分かれ目である。すでに、バグダダデヨって、リンコのパクリキャラじゃねとか、イスラムカントリー娘って昔流行ったおにゃんこマッチポンプクラブそのものじゃねと騒がれ始めており、ここでバグマシーンをミリオンセラーにして、2曲目のアラブの純真もどさくさである程度売り上げて、バラエティ番組のレギュラーをゲットできるかどうかにかかっているが、すでにメンバーが、深夜の腹筋マシーンの販売に、お笑い芸人と一緒に出て安売りし始めており、AV 出演疑惑のあるメンバーも出始め、ひな壇芸人集団マッシムラという見通しである。通過こいつら、マッチレディのトラボラ公演で、バックダンサーやってたババアたちじゃねとか、ポンプキャンディズの911引退公演の時、ザワコと一緒にいたおばさんたちじゃねとか、年齢詐称が出てきてもう風前の灯火である。ここでバグマシーンの歌詞を発表させていただくが、勝手に歌うと著作権協会に逮捕されるので人前では歌わぬことである。思い込んだら、試練の道を、行くが詐欺師のオード根性、真っ赤にバレる、詐欺師の印、リンコの後がまつかむまで、血の汗流せ涙を拭くな、いけいけバグだ、ドンといけという感じで、ラブマシーンの歌詞が出てこなかったので似たような曲でごまかしたといったところである。ポストベーエ時代、立体型駐車場が悲惨なようである。かくなる上は、立体型ワンルームにして、悟り世代に激安で提供することである。投稿者ポストベーエ時代日時2014年8月21日22時間43分6秒、立体型駐車場が悲惨なようである。かくなる上は、立体型ワンルームにして、悟り世代に激安で提供することである。私はマジンガー Z 世代だな。ガンダム世代の氷河期や、モモクロ Z 世代の悟りには朗報で、毎日パイルダウンというか、観覧車みたいな生活ができるし、超高層マンションの管理組合の組合員になれるわけで、夜景が楽しめないのさえ我慢すれば、セレブの仲間入りである。管理組合に掛け合っても最寄り階のエレベーターで乗り降りさせてもらうようにすれば、まるでオクションの住人と見分けがつかず、彼女にどこに住んでんのと聞かれても、自宅に招くのはまずいが、あそことか言えるわけで、ええ嘘を、じゃあ入り口から出てきて見せてよと言われても颯爽と登場できるわけで、何号室と聞かれた時は、35番とか正直に答える必要はなく、もう少し深い中になってからねえとごまかせばよく、年賀状を出したいとせがまれた時は、うちのマンションはコンシェルジュがいるから、彼宛に出しといてくれると切り抜ければいいわけである。立体刑務所みたいな感じもしなくはないが、激安で観覧車型のワンルームに入れるわけだから、細けえこたあいいんだよという感じで、高級マンション感覚と合体ロボというか、やはり観覧車気分を満喫することである。問題なのが、朝の出勤時間帯にラッシュとなり、なかなか降りられないというか、玄関から出られないのが難点だが、先日防災訓練でやったな、ナイロンの滑り台や、小学校みたいな登り棒や、運動選手用みたいな登り降りロープがあるから大丈夫である。敷金も礼金もなく、手数料もなく、マンションの住人からも感謝され、電車の車両のつなぎ目に立っている時と同じようなスリルと、横浜の観覧車の真上にいるような気分が味わえてスカスカする感じだと思うが、上下左右に仲間がいるから大丈夫である。それか、田舎の御殿に引っ越して庭で米や野菜を作り、川や海で魚を釣り、朝活が終わったら都市部のブックオフやマックや、ドトールや牛丼屋にスーツで出勤し、制服に着替えるというライフスタイルの二つに一つである。そういうわけで、都市部の駐車場は壊滅的な状態で、今にコインパークは値下げしましたという旗だけではダメで、キャバクラみたいに、お客さんとっておきのスペースが空いてますけどいかがっすか。今なら1時間50円ポッキリでドリンク付きだし、お帰りになるまでにドライクリーニングも受けたまわっておりますし、洗車も給油も、サラ金の審査代行もいたしておりますし、お客さんだけの特別サービスですが、いい子もご用意しておりますとか言って、ガソリンスタンドとクリーニング店と風俗店が合体したみたいになり、しっちゃかめっちゃかになりそうだが、カーシェアとの戦いや車検を機に車をやめようとしている人を引き止めるには、それぐらい過激なサービスが必要な時代になるわけでワイルドである。ポスト米英時代、EU は日本が中国のように、ロシアと天然ガス同盟を結び、ロシア制裁違反の先頭に立つことを切望しているようである。投稿者ポスト米英時代日時2014年8月22日13時間37分42秒、EU は日本が中国のように、ロシアと天然ガス同盟を結び、ロシア制裁違反の先頭に立つことを切望しているようである。これは、早くリンゴ売りたいよとか、車売りたいよとか、
イランやエジプトやチリにシェアを奪われちゃうよという、エゴだけから来るものではなく、もはや明英三成の時代ではなく、中ロ家康の時代だと見切ってのことであり、しかし一番最初に裏切ると核をぶち込まれそうだから日本が最初に裏切ってくれれば、そのどさくさで続けると踏んでいるわけで、ダチョウクラブのどうぞどうぞ状態で、人と用の花水木のどうぞ、お先に行きなさい、通過てめえが先に行け、通能と、熾烈な裏切り競争が展開されているようで、中国も独禁法違反という建前をとって、ロシアの逆制裁に足並みを揃え始めたから凄みに迫力が増しているような状況で、小早川弘明はもうフラフラである。日本にとってもここが正念場であり、我々が若かった時みたいに、年中な日本に対してぬるま湯政策を取っていた頃は良かったが、ヒラリー・ババの亭主が強硬策を取るとガスで沸かし始め、ブッシュなゆでガエルにしようと画策し、おバカな熱湯風呂にしようという姿勢が鮮明になったのだから、どちらがいいなどと選んでいる場合ではなく、石川五右衛門みたいに釜ゆでにされたくなければ中路を選ぶべきで、どっちもどっちなどと寝言を言っている場合ではなく、早く紐と手を切る腹をくくることである。引っ越しの手順と同じで、一歩間違えばめちゃくちゃになるな。一斉能性で制裁違反をやれば案外簡単にできるのであり、ポーランドなどはリンゴの食べ過ぎで、顔は真っ赤で反旗は腫れるわで、もう食べて応援を続けるぐらいなら、死んだ方がマシだぐらいに思っていてフライングする気満々で、毒仏も車が売れなくて困っており、束になっておバカを抑え込むことはまだできないが、悟りの静かなるポンプアップ充電革命みたいに、批判めいたことも言わず遺留のチャンスも与えず静かに裏切ればいいのであり、おバカもキャメリアフも怒るチャンスを与えられないで去られるのが一番嫌なわけである。そんなわけで、しばらくリーダー不在だったマッチポンプ娘が、超大型新人のバグダダデヨがいきなりセンターでデビューの上に、ユニット名をイスラムカントリー娘48として衝撃デビューして、リンさんが911詐欺起こしたの僕だピョンと世界を震撼させた時のようなインパクトを狙ったな。世界はそれどころではなく、リンゴが売れねえで困ってる時にテロごっことかに付き合ってる場合じゃねえんだよ。ガキの遊びは後々みたいな扱いを受け、イスラム国詐欺はその意図も理解されず、真の狙いだったイラン潰しも失敗で、むしろロシア制裁の恩恵を受けてウハウハであり、毎度ながら回収ユダヤというのは、2頭追いすぎるからどちらも中途半端に終わることがよくあるな。要はウクライナ詐欺のようにイスラエル方式でシリアとイラクを半分ずつ分取りたかっただけで、名前が出てこないがアフリカの南なんとかというのと同じである。しかし、プーチン憎しで、ロシア制裁キャンペーンに必要以上に力を入れすぎたために、イスラムカントリー娘48のデビューがしょぼいものに終わってしまい、悪名は無名に勝るが使えず、イスラム国って何よ、イースタンとウエスタンのオールスターゲームですか、J2 みたいなものですか、子供の国みたいなものですか、国って何よ、EU 統合の中東版でも狙ってたわけご冗談でしょうみたいに欧米俳優扱いされてしまい、もうメジャーデビューは無理で、演歌路線に転向でもするしかなさそうである。キャラが被るというより企画が被ってしまい、同時多発なんとかにしたかったのかもしれないが、プーチンの囲碁や将棋のような戦い方の前に、安っぽい企画の底が割れた形である。